でこの背中の疲れっていうのは足の疲れから上がってくることが多いので、はい、足からしっかり緩めていきますね。では今からが本番、頑張ってくださいこんな感じ。あーでもこれが痛いけど気持ちいい強さ。痛気持ちいいですね。そう痛気持ちいいでしょ。はい。でこれはどういう状態かって言ったら、はい、換気扇の、油汚れでギトギトになった換気扇のファンを今ゴシゴシ洗ってる感じですなるほど。で換気扇も定期的にほらお掃除すれば綺麗な状態、ねはい、キープできますよね。体も一緒なんです。なるほど。油料理が多い店だったらほらギトギトになるの早いよ ね、 そうですね、はい、うん、体も使いすぎたらあ汚れが溜まるみたいな。ってくる、ね、そういうことでございます。イメージしてもらいました。はい、わかりますね油っぽいね、料理の店だったりとかしたらディグリーザーがもう大変なことになるじゃないですか。そうですね、間違いないです。だから、今の体はどういうことなのかなという感じですね、まあ、逆に言えばよくしっかりお仕事されてるよということですね。ああ、お疲れ様でございますなかなかないですもんね。こういうのないでしょ。はい、思いっきりやってくれるところないっす。よしよ最近遠方の方が多くて、昨日も初めて来られた方が書かれてて、あ、どこだったの？そうなんだ、うん、東京の方から来られて、え、東京からですか？大阪に仕事に来たついでにこっちに来ましたとか。そうですね、僕も今日ちょっと奈良の方に、はい、用事があったので。用事があったんですね。はい、ああ、よかったよかった。そういう方が最近多い。そうですね、やっぱよかったですね。男性割引も最終に滑り込まれてましたね。あ、本当ですか。今 YouTube 男性のやつ撮影あんまりしてないんですよ。あ、そうだった。叫ばないから面白くないっていうそうっすね。なんか硬い、もうあれですね、はい、熱くなってくるでしょ下着てます？脱ぎますか？大丈夫？あ、全然大丈夫。着ますか？はい、はい、あ、あれですね、はい、右より痛いですね。ああ、そうですか。まだまだいけますよ。あっつ。ここ。やばいっす、そこ。ここね。はい。ピンポイントでこの辺が汚れてるというか。そういうことですよね、うん、ここ、うん、やばい、そこやばいやばい痛いこうしますよ。うわ、ここまあでも比較的我慢できられる方ですよ。あ、本当ですか。はい、いや、でも痛いっす。触っていきますよ、ここ。あ、ちょっと待って。うわー、ここ、うわー、腰痛によく効くところですね、ここ。あ、大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫。すごい。うわここ、うわあやばい、やばい。ああ、そう、上の方ですか。これ上の方ね。痛いっすね。で、痛気持ちいいぐらいなんですよね。
そう、この筋肉に対してね、ふくらはぎよりちょっと強くしてますけどね。痛いし。全力ではない。全力ではない。マジですか。マジです。ちょっと。で、あの腰が痛いのになんで足なんだよっていうと、はい、あの料理なんかでもなんか一味足らないなと思ってて、あれかなこれかなっていろいろ考えて、これだったんだって全く違うのが思いついたりするじゃないですか、はい、で体も一緒なんですね。あの腰が原因なんですけれども、はい、実は足のなんか方が実は硬かったからとか、下処理するにもね、やっぱ手抜いたらやっぱちょっと味が少し変わったりとかね。すげえわかる。マッサージも一緒で、あのこの毛節整体も一緒で、ちょっとでも手抜いたら、あれ足らない、なんだろうみたいな。あの野菜の切り方かみたいな。あの出汁をちょっと一旦湯通しするの忘れたからかとか。人間の体も一緒。そうですね。一緒。痛い、ここ見つけた、見つかった。あ、痛い。Thank you.